5回 WBC 準決勝で日本がメキシコに6-5で逆転サヨナラ勝ちし、14年ぶりに決勝進出したことを受け、韓国歴代最多となる通算467本塁打の国民的英雄で、今季から土産の監督を務めるイ・スンヨプ氏が心が重く悔しいとため息を漏らしているという。複数の韓国メディアが21日に報じた。韓国は今大会の1次ラウンドで日本と同じ B 組に入り、2勝2敗でベスト8進出を逃した。オセンによると、同日のオープン戦の試合前に取材対応したイ・スンヨプ監督は、韓国は WBC で3大会連続で失敗、1次ラウンド敗退した。それが残念で、野球人としてファンに申し訳ないとし、不振りが長引けば、韓国野球が弱いというイメージが生まれる。実力差で負けたので、良い成績を収めるために、たくさんの準備が必要だなどと、韓国球界の先行きを懸念した。現役時代に、日本でも、ロッテ、巨人、オリックスで活躍したイ・スンヨプ監督は、2006年 WBC で5本塁打を放ち、今なお1大会最多記録となっている。Thank you.